クの店長のラクトです。ミナモオーナー小坂です。前のお店から一緒にいるあの浦さんがもともとすごいデザインをやっている方で、まあ、その下で、4年ぐらいアシスタントをしてもらってタイトデビューしたので、おのずと、まあ、それが自分の武器にしかならないというか、それ以外の武器を持っていなかったので、まあ、そこでやるしかないなっていうので初めて見ました。なんでなんか僕の中ではもうデザインカラーしかなかったみたいな感じでデザインカラーを始めたんですけど、やるとどんどんなんかこう違うものが見えてきて、なんていうんですかね、あこういうのもできる、ああいうのもできるってなって今に至っております。まあ、デザイン自体は何事もデザインだと思ってて、まあ、その中でなんかデザインカラーって僕、まあ、ラクト君はなんかすごいあデザインされてるな、すごくなんか僕の中でもデザイン効いてるわっていう仕上がりだとか、お客様のなんかフォトとだったり業界誌の撮影だったりすごい感じてて、まあ、なんか僕デザインカラー売りにするっていうのはそんなにあんまり考えてなくて、そのお客様の、まあ、髪色、まあ、髪型だったり、なんかデザインってやっぱデザインがあるないってこう絶対デザインない方が何でもそうなんですけど、やっぱこうなんか幸せになれないっていうか不幸せにしちゃうっていうか、例えばこういう椅子もみたいな、なんかこうこういうデザインだからなんか可愛いし、なんかこうカラーもこう何かにこだわるみたいな、やっぱお客さんもここデザインしてほしいみたいな、いっぱい色入れてほしいっていうのだったら、まあそれなりに自分もデザインするし、暗い髪色しかできないってなった時にどうデザインしようかって考えることがデザインカラーだと思ってるんで、やっぱそうやって何かこだわるようになったらデザインカラーが自然となんか強みになってったのかなって感じがします。10年ぐらい前はなんかもうハイトーンってなんか美容学生ぐらいがやるみたいな、だけど一色とかが多かったですよね。確かに基本的にめっちゃ明るい金髪っぽい人か、あまあいや攻めててやっぱ原色のとかみたいな。そうですね、確かに大胆だったよね、はい、赤とか緑とかやってあいつやべえなみたいななってましたね。逆にアパレルのスタッフさんとかの方が結構なんか結構古着ブームじゃないけどエッジ効いてたりとか、あんま美容師美容学生のイメージあんまない、そうですね。だからなんかデザインカラーで売るなんていうの一個も発想にはないっていうか、うん、何でサロンを選んでたんですかねあの時もう本当になんかむしろなんかあれですよね、なんか雰囲気とか、うんうん、サロンのなんか内装がすごいいいとか、うんうんうん、そのレベルで、あとちょっと有名かなみたいな、あ確かに有名かどうかで選ぶみたいなところありましたよね。そうだよ、はい、結局髪の毛のデザインとかを美容学生の時にはやろうとするんじゃなくて、お店のデザインが好きだったりなんかここいいなって思われるなんか、うん、惹かれる部分があるところに入って、ね、で染まってったみたいな感じだ、ね、そうですね。カラー売りっていうのは本当にもう後付けですよね、うん、美容師としてのスペック高めだなっていうのは、まあ、こう初めて会った時からは感じてて、で、まあ、おのずと僕もちょっと絡みたいなっていうのを思っててそれでなんかねアニメ好きなんていうのもう最高だなってなって最高だってなって今に至ってますね。あれだね、なんかでもそのあヘアキャンプって結構こうやって照れる場でもあるのかまあその自分ができてないことを、まあ、その年齢関係なくあの自分よりも年の下の、まあ、美容師さんがやれてるっていうのは本当リスペクトだし、そこがすごいなって僕は思う。やっぱあ多分 100体並んでても200体並んでても多分ラクト君の作るヘアっていうのは絶対これラクト君でしょっていうので多分すぐパッと見つけられるから、それがやっぱすごいよくテレビやってですね。そうでしょ、めっちゃテレビインスタでその動画のやつを流行らしたこうなんかパイオニア俺が、あでもなんか前言ってくれた、それであそうだったんだってなって、やっぱそのなんか発信する力っていうのはめちゃくちゃ高いなっていうのはいつも思ってます、うんうん、すごい対人だなと思ってて、なんか僕の中だとそのスクロールしててこれとこれ同じって多分あんまない、てかほぼない、
で、なんでかっていうと、だってラクト君はその来た人の、それこそ自分もおしゃれだから、そのなんかこの人ってこういうのが好きなんだろうなっていう、すごいキャッチ力があるから、その自分らしさの、自分らしさっていうのはそれを表現できる技術と、その求めてくるお客さんらしさをちゃんとユニゾンして、なんか対人、対個人に対するデザインが打ち出せてるから、なんかより今っぽいみたいな、平成から令和に変わって今っぽいデザインを打ち出してる、なんかイケてる美容師さんだなっていうのを感じるか。また照れるやつですか。そう、幸せの、いきなり幸せのボクシングもあったらそうだ、いや対大人数のデザインか対個人のデザインか、はいはい、結構マス感、はい、それともなんか、なんかマイノリティ側みたいな、うんうんうん、派手だからマイノリティっていうかは、うん、どっちかっていうとこう奇抜だからとかじゃなくて、その人の求めてるっていうところにすごい当てられてるデザインが多いかなって感じかな。佐藤さんは どっちなんですか、この。でも端的に言うなら、そのすごいマス寄りか結構マイノリティ寄りかって言ったら、なんかマスすぎちゃうとシャレ感がってやっぱどうしようと思っちゃう、うん、でもマスを捉えてる人ってすごいそれに突き詰めてるから、すごいかっこいいなって確かに思うけど、そうですね、多分だったら多分僕ここの場所って多分ここには作るんだって、うん、そうですね、だから結局うーん、まあ端的に言えばそっちよりマイノリティ側じゃないけど、うん、でもなんかそのマイノリティ側の少人数な方に行きたいけど、でも少人数のほんと少ない方ってほんと究極に少ないから、はいはいはい、だけどなんかこう少人数派だけど多いみたいな、うんうん、そうですね、この幅をね聞かせたいですよね、まあ、たまになんかもうものすごいこれぞクリエイティブでしょみたいな感じのデザインもお客様に落とし込みはするけど、でもやっぱこうブリーチする人しない人って多分まだ、まあ前よりか全然増えてきてるけど、でも世間的に見たら結構少数派なんだなみたいな、うん、でその少数派の中でなんかじゃあミルクティーだったりとか、なんかネイビーとか結構やりやすい色っていうのも多分捉えてるから、ちょうどその間にいるような感じに多分印象になるんだと思うんだよね。個人的にはもう一番少人数の5人ぐらいの感じに行きたいけど、でも俺はそうだ、結局やりたいを叶えたいっていうのが一番にあるから、結果はじゃあブリーチだったらこれだったら色持ちもいいんじゃないっていうようなデザインももちろんするしみたいな、じゃあ今日はもうゴンゴンゴンいっちゃおっかみたいな感じのデザインももちろんするしみたいな。ここからの目標っていうよりかは、まあ自分個人の夢としてはこの場を使ってなんか SNS とかなんかそういうなんか余計なことじゃなくて、ちゃんとこの場でありがとうが伝えられるようなそんな場所にこのお店をしていきたいっていうのが今の目標だったり夢だったりするかな。ありがとね来てくれてじゃなくて、そのありがとねをちゃんと仕上がりでもだったりとか、まあ、結構遠いところから来てくれてる人もいるから、なんかそんな遠いのにわざとありがとうって一言で終わるかもしれないけど、それに対してちゃんと見合ったっていうか、それ以上のなんかデザインだったりとかをちゃんと還元できるようなそういう場所にしていくっていうのが目標かな、うん、それこそ僕もなんか自分のやっぱデザインに対してすごい向き合ってるけど、お客さんに対して向き合ってるっていうのが本当に大きいんで、それを伝えられる場所とか伝えられるものとかツールとか、まあそういう今小坂さんが言ったこの場所みたいなのはすごいいいなって思って、それが還元できる場所に、まあ、うちのお店も多分還元できる場所なんでいいなと思ってるんですけど、まあ、自分主体でそういうのもあってもいいなってすごい思いましたね。ここに来たらパワーもらえるとか、あの人にやってもらったらなんかすごい、なんだろう、いい方向に行くんじゃないかみたいな、まあ、パワースポットみたいな感じですね、になれたらいいなっていうのは思います。じゃあお互いパワースポットだ、パワースポットになってお互いパワースポットになりましょう。イエーイ。